おととい、東富士演習場の上空で訓練中だったアメリカ軍のパラシュートが演習場を外れ、裾野市の工業団地付近に落下したことが分かりました。防衛省によりますと、おととい午後4時ごろ、陸上自衛隊東富士演習場の上空で、物資の投下訓練中だったアメリカ軍横田基地所属の C-130 輸送機から、演習場に隣接する裾野市の工業団地付近にパラシュートが落下したと、在日アメリカ軍から連絡が入りました。アメリカ軍は輸送機から物資を吊ったパラシュートを演習場に落下させていましたが、何らかのトラブルがあり、パラシュートだけ落下させたということです。今のところ、けが人などの情報はないということです。パラシュートは現在も回収されておらず、防衛省が確認を急いでいます。